ピサラディエールは、リグーリア州、特にジェノバに由来する料理の名物。リグリア語の、ピセランドリアをイタリア語読みしたもの。ピサラディエールピセランドリアという言葉は、イタリア語の用語である、ピッツァオール・アンドレア、または、ピッツァ・ディ・アンドレアに由来しています。ジェノバピザ、リグリアのピザと考えられています。単語の語源は、ラテン語のウォザに由来しているようであり、それが次にピサラットになった。 ピサラディエールはもともと、ジェノバ発祥の、時々ピザの変形と考えられており、その蘇生にオリーブオイルが含まれているため、パン生地に似た生地で作られていますが、伝統的にトマトは含まれていません。この理由は、現在も知られているリグリア料理のすべてのメインディッシュと、同様、ジェノア共和国の前世紀に遡ります。生地は通常、 クラシックなピザマルゲリータよりも厚いパン生地であり、伝統的なトッピングは通常、カラメル化した玉ねぎ、ブラックオリーブ、アンチョビで構成されます。この料理は、その後、地理的及び民族文化的なリグーリア州全体、つまりマグラ川とバール川流域に広がりました。ニース軍がフランスに併合された後、ニース料理と共に、プロバンス料理に誤って結びつけられ、 フランス料理のもとで多くのリグリア料理が取り込まれていきます。ありがとうございます。